レッドカーペットの注目。2024年7月16日、アメリカのテキサス州アーリントンで行われたメジャーリーグオールスター戦のレッドカーペットショーで、大谷翔平選手とその夫人マミコさんが登場しました。このイベントは多くのファンとメディアの注目を集め、日本中が二人の姿に魅了されました。特に、マミコさんのファッションは、上品、奥ゆかしいと絶賛され、多くの注目を集めました。マミコさんのファッションの秘密。マミコさんが着用していたのは、ドイツのブランド、ボスのパンツスタイルのドレスでした。このドレスは約11万円と報じられており、そのシンプルで洗練されたデザインが注目されました。肩が透ける素材の白いジャンプスーツは、控えめでありながらも目立つ上品なスタイルを見せました。他の選手の夫人たちがセクシーな装いをする中で、マミコさんの選んだ装いは特に印象的でした。スタイリストの視点から、スタイリストの帯名田理子さんは、マミコさんのファッションについて、引き算の美学を強調しました。シンプルでありながらも洗練されたスタイルは、マミコさんらしさが現れており、他の選手の夫人たちとは一線を画しています。アクセサリーの選び方、マミコさんは、シンプルなジャンプスーツに合わせて、派手すぎず華やかなスウィングタイプのピアスや華奢なバングルを選びました。彼女が選んだのは、ゲオルグ・エンセンのムーンライトグレープスシリーズのピアス約62,700円とバングル約102,300円で、どちらもスターリングシルバーのいぶし仕上げです。シンプルながらも華やかさを持つアクセサリーの選択は、マミコさんのセンスを感じさせます。ジャンプスーツのデザイン。ジャンプスーツは高めの位置にウエストの切り替えがあり、足が長く見えるデザインです。柔らかい素材を使用しているため、体のラインを美しく見せるのが難しいですが、マミコさんはそのモデルのようなスタイルで見事に着こなしていました。マミコさんの身長の高さとジャンプスーツのデザインが相まって、全体のバランスが素晴らしいものとなっていました。靴の選び方。マミコさんは約12センチのヒールがあるサンダルを履いていましたが、大谷翔平選手の肩がさらに背が高く、二人のバランスがとても素敵でした。ソールにボリュームのあるサンダルを選んだのは、マミコさんが細いヒールに慣れていないからかもしれません。しかし、全体のバランスを考えると、華奢なヒールの方が良かったかもしれません。元バスケットボール選手であるマミコさんが、安定感のある靴を選んだのは、自然な選択と言えるでしょう。大谷翔平選手のファッション。大谷翔平選手はベージュのスーツに白のスニーカーを合わせ、マミコさんをエスコートしました。ファンの声援に応えながらレッドカーペットを歩き、手をつなぎながら何度もお互いの目を合わせる姿が印象的でした。大谷翔平選手のファッションは、シンプルながらもスタイリッシュで、マミコさんとのバランスが完璧でした。ファンの反応、イベント中に見せた二人の仲睦まじい姿に、ファンは大興奮、マミコさんから目を離さない大谷翔平さん本当に好きなんだなって、といったコメントが寄せられました。大谷翔平選手はイベント後の番組で、結婚してから初めてでしたけど二人で楽しく歩きましたと振り返り、オールスター戦では自身初の救援本塁打となるスリーランを放つ活躍を見せました。スタイリストの見解。スタイリストの帯名田理子さんは、マミコさんのスタイルについて、引き算の美学を強調しました。シンプルでありながらも目立つスタイルは、マミコさんらしさが現れており、他の選手の夫人たちとは一線を画しています。引き算の美学。引き算の美学とは、過度な装飾を避け、シンプルでありながらも洗練されたスタイルを追求することを意味します。マミコさんのファッションは、この美学を体現しており、彼女の自然な美しさを引き立てています。日本人女性の代表として、マミコさんの控えめでありながらも美しいスタイルは、多くの日本人女性にとって誇りであり、大谷翔平選手とのバランスも完璧です。彼女の装いは、日本女性の持つ、たおやかさを象徴しており、多くの人々から尊敬の念を集めています。マミコさんの姿勢や振る舞いは、日本の伝統的な美学を現代に体現していると言えるでしょう。未来のファッショントレンド。マミコさんのファッションセンスは、多くの日本人女性にとってのインスピレーション源となっています。彼女の控えめで洗練されたスタイルは、今後の日本のファッションシーンに大きな影響を与えるでしょう。ファッショントレンドの影響。マミコさんのファッションは、引き算の美学を取り入れたシンプルで洗練されたスタイルが特徴です。このスタイルは、多くの日本人女性が憧れるファッションとなり、今後のトレンドとして定着する可能性が高いです。
特に、オフィスカジュアルやフォーマルな場面でのファッションにおいて、マミコさんの影響が顕著に現れるでしょう。ファンの反響と影響。マミコさんのファッションに対するファンの反響は非常に大きく、彼女のスタイルを真似る女性が増えることが予想されます。ファッション雑誌やオンラインメディアでは、マミコさんのスタイルを特集する記事が増え、彼女の着こなし方やアクセサリーの選び方が詳細に紹介されるでしょう。また、ファッションブランドも彼女のスタイルを参考にしたコレクションを発表することが期待されます。お二人の未来に向けて、大谷翔平選手とマミコさんは、これからも仲睦まじく、幸せな日々を過ごしていくことでしょう。二人の素敵な姿は、多くのファンにとって希望と喜びの源です。彼らの愛とサポートは、互いの成功をさらに引き立てることでしょう。マミコさんのファッションセンスが今後も注目され続ける中で、彼女のスタイルはますます進化し、より多くの人々に影響を与えることでしょう。